こんにちは、藤田です。今日も一緒にエクササイズ頑張っていきましょう。今回は足が引くほど痩せるストレッチを紹介します。この方法で1ヶ月で太ももマイナス5センチ一緒に目指していきましょう。骨盤周りが痩せないと悩んでませんか？年齢のせいかな、食べ過ぎかな、更年期かな、いろいろ考えますよね。でもその原因は女性ホルモンなんです。特に運動だけでは痩せません。それは普段の生活の中で十分動いているからなんです。仕事に、料理に、洗濯に、昔よりも女性自身が働くことが多くなったこと、これが太る原因なんです。なのに体重が落ちないのは逆に運動頑張りすぎていて男性ホルモンの方が多くなっている、これが太ってしまう原因になってるわけなんですね。なのでこの動画の中では女性ホルモンを正常に戻して痩せる方法についてお伝えをしていきます。また寝る前のストレッチやマッサージの具体的な方法については動画の後半でお伝えをしていきます。だからこれからダイエット始めたい、いつも途中で挫折をしてしまうことが多いっていう人はこの動画見ていってください。ちょっとの隙間時間や家事をしながら激痩せできる方法なので、運動する習慣必ず作ることができます。また成功率 90% 以上、ダイエット整体師流確実に痩せる別人ダイエットの方法はメンバー限定動画でもっと詳しくお話をしてます。この動画を見てもうちょっと知りたいなって思った方は概要欄からメンバー登録してみてください。それでは女性ホルモンを正常に戻して痩せる方法についてご紹介をします。それは骨盤の位置を元に戻すことなんですね。骨盤っていうのはよく聞くけど、この骨盤っていうのは女性ホルモンの影響によって開いたり閉じたり自然にするものなんですね。特に無理やり戻してしまうと体がびっくりして余計にバランスを崩してしまうっていうことがあるんです。これは例えばずっと開けてない瓶の蓋と一緒なわけなんですね。この瓶の蓋もこじ開けようとしてもなかなか難しいじゃないですか。でも開かない原因は冷えてることだったりとか中身が固まってることですよね。だから温めてから時間をかけてやればしっかりと開きますよね。骨盤もこの瓶の蓋と一緒なんです。温めたり準備をした後に動かしてあげる必要があるんです。だから具体的に最近体重が増えて焦ってウォーキングを始めた、足パカ運動や骨盤矯正ベルトやコルセットを使っている、そんな人は骨盤周りに逆に脂肪がつきやすくなってしまってるわけなんですね。せっかく頑張ってるのにもったいないじゃないですか。でこの頑張ってしまうと骨盤周りに脂肪がついてしまう3つの原因っていうのがあるんです。それは1つ目、骨盤の中身が固まっていること、2つ目、体を守ろうとする防御反応が出ること、3つ目、ストレスが多いこと、この3つが原因として考えられます。まず1つ目、骨盤の中身が固まっていること。それは骨盤にある中身っていうのはですね、腸だったり子宮などの内臓ですよね。この内臓の動きが硬くなっている、これには食べるものが悪かったりとか冷えてるっていうことが原因として考えられます。2つ目、体を守ろうとする防御反応が出ること。強制的にこの骨盤を動かそうとすると筋肉が体を守ろうとしてより固まってきます。また脂肪でこれを守ろうとしてエアバッグを作ろうとします。特に太もも周りの筋肉は骨盤から膝までついているものがほとんどなので、より脂肪を溜めやすくしてくるっていうことなんです。続いて3つ目、ストレスが多いっていうことです。ストレスホルモンっていうのはですね、脂肪をつけようとしていきます。このストレスホルモンはコルチゾールというんですが、コルチゾールは誰かに指導されたダイエット方法だと出てくるものなんですね。例えばこれは子供が勉強する時のやる気と一緒なわけなんですね。このやる気を出す時は2つの方法っていうのがあります。自分でやりたいと思って始めるやる気と、誰かに指導されて始めるやる気、この2つがあるんです。ただ子供が勉強する時のやる気ってどうでしょう。親に強制的に言われて始めて、このしぶしぶやる気を上げるのは将来的にコルチゾールというストレスのホルモンを出します。このストレスを解消するために子供はゲームに走ってしまうっていうことなんですね。これは大人がダイエットを始める
時も同じなんです。誰かに指導されて頑張っているダイエット方法なので、ストレスホルモンが出て続かなくなっちゃう、脂肪も溜まっちゃうよっていうことなんですね。つまりどういうことかっていうと、この3つの原因を考えた時に、骨盤の中身を柔らかくするような食べ物や緩い系の運動が必須になってくるんです。その後今やっているウォーキングや足パカのエクササイズをするとストレスもなくなって、よりダイエットが飛躍してくるってことなんですね。とはいえ早く結果を出したいと思いますよね。そのために必要なことっていうのは習慣にすることなんですね。それはどうしてかっていうと、僕たちの筋肉や脳みその細胞入れ替わるまでに最低でも1ヶ月ぐらいかかってくるんです。なのでこの間足痩せをするために必要なことは3つ。女性ホルモンを出すような食事、脂肪をつけないような運動の順番や方法、ストレスをためない方法、この3つが必要になってくるんです。なのでこの3つの具体的な方法についてご紹介をしていきます。まず1つ目、女性ホルモンを出すような食事。これは皆さんご存知の通り大豆イソフラボンになってきます。なので大豆食品を一生懸命食べるといい。ただこれだけだともったいないので、この大豆イソフラボンと良質な脂質、これをセットにすることによって腸内環境を整えながら女性ホルモンをアップさせていくっていうことなんです。なので具体的な料理でいうと、納豆とアボカドをセットで食べる、サラダに MCT オイルなどの良質な油をかける、このようにすることによって腸内環境を整えながら女性ホルモンを調節することができます。これでまず骨盤の中身をあったかくしていこうっていうことなんですね。続いて2つ目、ストレスをためない方法です。これは毎日自分のストレスを数字で10点満点で表す方法になります。これは最高の気分を10点、最低の気分を1点とするっていうことなんです。この最高の気分10点の場合は、10億円宝くじで当たったなどのすごい気分が上がる、テンションが上がるものを10点、最低はあもうちょっともう何もやる気がしないところを1点で、普段から自分の気分っていうのを何点なんだろうっていう風にメモしておく、カレンダーアプリとかにメモしておく。またそのストレスがめちゃくちゃ溜まっていて最悪の気分になっている時に、どんな方法を使ってその気分を持ち返したのかっていうのを書いておく、メモしておくっていうのが大切なんです。例えば今日はストレスが溜まって最悪な点数だった、3点とか4点ぐらいだったな、だから運動はやめて好きなものを食べた、めちゃめちゃ寝るようにした、外を散歩したよ、そうすると気分が上がってきたよっていう風に、何をしてどういう風なことが気分が悪くなったのかっていうのを点数で表したり、具体的にその対策を書いていくっていうことなんです。3つ目、脂肪をつけない運動の方法と順番です。これは今から3分間の方法のマッサージとエクササイズをご紹介していきます。これをやった後にウォーキングや足パカのエクササイズをすると効果的になりますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは今回はまず上向きで寝ていきましょう。はい、それではですね、まず上向きに寝てもらって足を伸ばしていきます。その時に足は少し外に開いていきます。今からやるのは股関節のマッサージになってきます。股関節、ちょうど股のところに手を置いて足をゆらゆら揺らしていきます。これで股関節の部分の神経、動脈、静脈がしっかりと動くことによって足のむくみを解消してくれたり、骨盤から膝までついている太ももの筋肉をまず動きやすい状態にしていきます。これを1分間一緒にまずやっていきましょう。それではいきます。準備いいですか？よーい。はい。じゃあ手を置いて足を外にゆら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 動かしていきます。でこれが余裕でできるよっていう方はですね、この手の部分を円を描くようにマッサージをしていきます。これを合わせてすることによってですね、この股関節周りの動脈、静脈、神経を潰している筋肉を緩めたりとか、骨盤から膝までついている筋肉を緩めていきます。
筋肉よくストレッチするっていうことがあるんですが、この筋肉マッサージするときもストレッチするときも筋肉がついている場所、止まっている場所のですね、最終的な腱、筋ってよく言われますよね。その部分をマッサージしたりストレッチするとより効果的です。この時によく間違えがちなのは筋肉の真ん中部分をマッサージすることがあるんですが、それよりも筋肉の根元をマッサージする方がより効果的です。はい、 OK です。はい、じゃあ次はですね、このまま上向きになったまま、この緩めた筋肉を動かしやすい状態にしていきます。そのためには両膝を軽く立てて左右に振っていきます。これによって足のむくみを解消したりとか、太ももの筋肉をまず動かしやすい状態にしていきます。それでは1分間一緒にやっていきましょう。よーい、はい、両膝立てて左右に揺らしていきます。この時に無理のない範囲でいいです。これで筋肉をつけようとするのではなくて、筋肉の防御反応を出さないようにだったりとか、ストレッチするように骨盤周りのですね、内臓の部分を温かくするように、ゆっくりでいいので自分のできる範囲でゆらゆらとしていきましょう。これによってウォーキングをするだったり、足パカエクササイズをするなどの準備運動をまずしていきます。これによってですね、しっかりと筋肉が動くのでつきやすくなったりとか、体の基礎体温が上がってくることによってですね、痩せやすくなったりとか、女性ホルモンをしっかりと調節してくれるようになります。なので寝る前だったりとかですね、起きてすぐやっていただくとより効果的になると思います。もう少しです、頑張っていきましょう。はい、 OK です。では続いてはうつ伏せになっていきましょう。はい、それではうつ伏せになっていただいて、首を左側に向けます。その状態でお尻を軽くゆらゆらしていきます。これを1分間一緒にやっていきましょう。それではいきます。よーい、はい。このうつ伏せのお尻のゆらゆら、何がいいかっていうとですね、お腹の腹圧っていうものを上げてくれます。この腹圧っていうのはですね、お腹の内臓を包んでいる腹膜という膜があるんですが、それがしっかりと収縮したり動きやすくなることによって、下腹ポッコリっていうのを防止することができます。またこの腹膜というのはお尻の膜、筋肉を包んでいる膜にもつながっているので、ヒップアップしたりとか、お尻をですね、しっかりと筋肉動かしやすい状態にしてくれます。それをうまくこのですね、お腹の腹圧が上がってないと、お尻がへっこんだりとかですね、四角いお尻になってしまって筋肉が動きづらくなったりとか、脂肪がいらないところについたりすることがあります。なので寝る前起きてすぐですね、この3分間のエクササイズをやってみてください。はい、お疲れ様です。どうだったでしょうか。今回は女性ホルモンを正常に戻して痩せる方法についてご紹介をしていきました。また運動とか食事ってなかなか習慣にならないですよね。そんな時にたった1週間で痩せるリズムを作る、もっと具体的な方法だったり、誰でも習慣になる9つのポイントについては動画タイトル下の概要欄、メンバー限定動画でご紹介をしております。この動画を見て少しでもこの動画を見てもうちょっと知りたいなって思った方は概要欄をチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバーイ。